大阪市立平野西小学校は、大阪府大阪市平野区にある公立小学校。大阪市平野人上小学校の課題規模解消のため、平野区平野地区で2番目の小学校、大阪市平野第二人上小学校として、1938年に大阪市平野人上小学校の校区を分割する形で開校した。学校敷地は、 大阪市平野高等小学校のものを転用している。なお平野、第二尋上小学校の開校に伴い、平野高等小学校は別の場所へ移転している。1944年には、南河内群堂、明寺村、国分町に集団疎開を実施している。1950年代以降、周辺校の開校などに伴い数度にわたって、校歌変更を実施している。 1952年には、大阪市立今川小学校開校に伴い、従来の校区の一部を今川小学校校区へ編入した。また、1962年1971年の二度に、渡って、従来の校区の一部を大阪市立育和小学校校区に編入している。1974年7月22日には、東住吉区東部を分離して、 平野区が発足することになった。これに伴い、校区も新行政区の境界に合わせることになった。従来の校区の中を行政区の境界線が通ることになったため、従来の校区の内新、東住吉区となる地域を、行数小学校校区、今川小学校校区へ変更し、また従来の大阪市立南区原小学校校区の内平野区となる地域を、 平野西小学校校区へ編入した。児童数の増加により1984年に文校を設置した。文校は1988年大阪市立新平野西小学校として独立開校している。ありがとうございます。